ようまえら、俺様だ。今回からはね、中学3年のテストの紹介ですね。で、これはね、中学3年生になって一番最初のテストです。学力診断テストとかいうやつですね。で、これは国語ですね。はい。穏やか。励む。ハゲじゃないですよ。リーブ21。取る。迷惑。購入。従う。誤り。短縮、盛大、困難、異、書写材料として紙が広く普及した、え、文字を記録という形態、あ、う、う、できる、できないじゃない、やるだけだ、三日続き、ないのだ、丸、え、思えど、その、恩、花より、氷だかなってものかな、の、出たる、いでたるは、いかなることにか、この層の花より、氷魚の一歩と入れたりければ、すごいね、層の花からさ、凍った魚が出てくるっていうのは、ちょっとさ、代弁じゃなくて大変な事態ですね。う、うんこのう、え、あ、い、僕は友達にはっきりと意見を言うべきだと思います。そうすれば、相手に自分を理解してもらえると思うからです。はい。だそうです。あ、なんか裏もあるみたいですね。あ、ちなみにこれ点数は100点ですね。エクセレントです。裏はあれですね。作文ですね。僕は歩きながら物を食べるべきではないと思います。理由は歩きながら物を食べることによって周りの人が不快な思いをすることがあると思うからです。以前街を歩いているとき物を食べながら歩き、包み紙を道に捨てていった人を見ました。そうしたことによって人は食べ歩きをしている人を見ると不快な思いをすると思います。だそうです。花丸です。多分ね、これ俺様、多分先生受けのいい内容で書いてるんでしょうね。うん。やっぱりね、こういうテストとかはね、やっぱり点数を取ったり、先生のね、心象を良くするものだからね、まあ、受けのいいことを書いた方がいいと、当時の俺様は思ってたんですね。はい。まあ、実際別にね、物を食べながら歩いたっていいんじゃないかって俺様は、まあ、本当は思うんですけど、うん。そうですね。まあ、物を捨てるのは良くないですね。まあ、ちゃんとね、食べ歩きしてもね、その、包み紙とかはちゃんと、ゴミ箱とかにね、捨てないとね、適切にボーボーされないですからね。で、多分ね、これね、俺様これ書いた記憶はもう10年前のこと、10年以上前のことだから覚えてないんですけど、以前街を歩いてるとき、物を食べながら歩き、包み紙を道に捨ててどうたらこうたらってところは、多分ね、実際にこれ、俺様見たわけじゃないと思うんですよ。ただ、問題文に自分の体験談も交えて、話しなさいとかって書いてあったと思うんですよ、おそらく。まあ、だから、こんな場面に遭遇してないけど、でっち上げたんだと思いますね。はい。まあ、そうやって点数を稼いでましたね。はい。ということで、今回は、中3の一番最初の国語のテストでした。はい、それではさよなら。ボーボー。ボーボー。